ウィーバープロが重い企画です。とても危険な検証になる。多分勝負は一瞬で終わる。どうも、ゲレンジャーだけです。ゲレンジャーだけですね。あのね、はい、太田さん、はい、私はね、今日はね、すごく危険な、危険でもう心が重い企画です。ずっと実は、視聴者のみんなは見たがってた企画だったんだけど、ちょっとやっぱ危険すぎるからやめようって話だったんだけど、ちょうど1年前ですよ、うん、目の前で女性が襲われたら、うん、高くスタッフは助けるか、うん、助けないかの検証しましたね、うん、しました。もともとこの動画の原案は朝倉未来選手なんですよ、うんうん、そうそうそう。でそれを、うん、カエさんが犯人役でやるという恐ろしいね、はい、全然問題ないんで。はい、朝倉海さんでした。お疲れ様です。はい、すげえ、すごいやん、マジで。ちょっとマジで焦ったんだけど。あん時本当に俺ももう心臓がバクバクしてたからね。焦ってたよね。焦ってた、焦ってた。それを先生でやる。先生って誰ですか？稲川義孝先生。先生です。戦闘術を学んでいる先生、うん、師匠なわけですよ。要は、はい、私言うても、はい、ある程度しかやらない人間でございますよ。止めるっつってもね。前回はだから確かナイフ持ってたから落として、うんうん、追いかけてたのかな俺。海君がナイフ落とした時点で、うん、走って後ろに逃げた。それを追いかけて、うん。それでもほら捕まえようじゃん。うん、先生の場合はちょっと。意味が変わってくるから、はい、とても危険な検証になる。ということでね、はい、よ今絶賛キングダム上映中ですけれども、ワンツーのアクション監督を務めた、はい、ストントマン業界ではもうね、はい、トップに君臨している監督、うん、島村雄二に腕のある、うん、元気なスタントマンを応募したんです、うん、そしたら、うん、やりましょうと、うん、むしろやらせてくださいというスタントマンの方が現れたわけです。最高ですね。スタントマン、はい、一人今一押しなんだっていう人がいれば、うん、ちょっと紹介してもらいたいな。禁断の企画を実施したいんですよ、はい、戦闘車が道端で襲われてる女性がいたら助けるかどうかっていうので、はい、あ、前やってましたね。前坂口宅でやったでしょ、はい、第2弾誰をドッキリするかもうお分かりですよね、はい、これは危険じゃないですか。危険でしょ。勇敢で有能なスタントマン、うんうん、紹介してほしいんですよ。日本の超一流のスタントマンが来ますので。そうじゃないと本当にやばいからね、はい、紹介してよろしいですか。どうぞ紹介してください。わかりました。お名前よろしくお願いします、はい、本田光希と申します。はい、本田君、はい、島村雄二監督からこの話聞いた時どう思った？マジで来るから気をつけろよと結構みんなに言われたみたいな。そりゃそうですね。日本のスタントマンってやっぱりいろいろな世界でもさ、うん、一番優秀だって言われるんだよ。いろいろなことができるから、うん、日本のスタントマンの腕をね、うん、見せれるいい機会、ね、いや本当そう思う。で今回、うん、スタントマンの本田くんが襲おうとする女性役も用意してます、うん、なるほどね、はい、どうぞ。はい、青木さんと申します。はい、青木さん、よろしくお願いします。でね、たくちゃん、ちょっとリハーサルをね、したいんですよ。シミュレーションで稲川先生役をタクタにやってもらって、なるほど、ね、こんなタイミングで こう来るのではないのかというのをちょっとやってみません、ね、今回協力者もいるしね、はい、稲川先生にお付きでついている森本君です。どうぞ。どうもどうも。これ結構な助っ人ちゃいます。そう、いつも先生のところについてる子で、うんうん、その常に先生と一緒にいる分、先生もやっぱり安心して、うんうん、森本にも協力してもらってシミュレーションやってみようよ。そうだね。じゃあ試してみましょう。試してみよう、うん、じゃあ行ってみましょう。行きましょう。では行ってみよう。で、タクちゃん、タクちゃん、我々が選んだ場所がこちらなんです、はいはい、よくないですか。いいね。これ川に落とされるってパターンもあるな。あるね。あるな。うん。じゃあちょっと降りて。ポジション的な感じで言うと、そう、ここら辺が一番いいんだ。いや、ここ、ここ、そう、ここ歩いてる。はい、本田くん、この辺かな。今行け。そう、行け。そうそうそう、そう、こうなってる。いいね。そしたら、
そしたら、はい、多分モグレムとか先行くが先に行きますんで、うん、先行くよね、はい、君に入る、あ、今投げられちゃう、森本が先に行く。いや、森本先行っちゃうと思う。なるほど。な、森本。はい、僕先に行きます。だって、お月が、うん、やっぱ先に行くもんなんだよね。ああ。絶対に先生先に反応されるんですけど、うん、やっぱりそれでも先に僕が絶対行きます。行くっていうふうに、はい、やっぱ訓練でそうだもんね。弟子が先に反応して行かないととかなるから、うんうん、お月だったらなおさらだし。で、タクちゃん、朝倉海君の時、ヘルメットかぶってもらったじゃん。うん。で、これを本田君に。ただヘルメットかぶってると首の骨折られることがある。そういう技がある。例えば、うん、殴ってきた時にここでヘルメットのこの肘を使うと結構ほらやばくない？やばいっしょ。結構いくのよヘルメットあると、はいはいはい、その肘を使うのよ。これ危ないわ。危ない。あ、ヘルメット取って、うん、なし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 。で、前回は逃げた後、うん、カイ君ナイフ出したでしょ。出した出した。ナイフ対リザーム、なったじゃないですか。そうそう、うん、で、僕ね、これね、稲川先生にナイフ向けたら、うん、もっとやばいんじゃないかと思って。S の方がいいよね。俺がだから前回、何が一番ドキドキしたかっていうと、うん、すごいプロっぽい人がナイフをやってるじゃん。うん、誰かに暗殺命令来たんじゃないかっていうのも頭の中でさ。はいはいはい。多分これ、こういう柵使って腕を折ってくると思う。うん。うん、ナイフ持ってたら、ナイフをこうリザームする感じで、うん、こう裏側にして、うん、で、ここで折っちゃうと思うね。うん、今までの話聞いて、うん、どう、本田君。で、多分パンチだったら今みたいにすぐ拘束しちゃうから、うんうんうん、蹴りってあの普段の人ってしないからさ、うんうん、先生も戦術一瞬して組み立てるときに、うん、ハイキック来るとは思わないと思うんだよ、うん、これ盲点だと思う。なるほど。森本と先生が森本君は先生、そうそうそう、歩いてくる。だから多分こういう位置だと思う、うん、先生ちょっと後ろにあって、うん、こうやって2人で歩いてる。じゃあ稲川先生役で一回シチュエーションやってみましょう、うん、そう、はい、じゃあちゃんとあの場所でいい感じになるのかっていうのをちょっとテストしてみたいんで、あの上にで本田君も後ろにスタンバイ、うん、じゃ あ, じゃあやってみよう。森本にも一応カメラを手で持っていてもらおうか、うん、あ、そうだね、あのね、森本くんね、はい、普段先生の横にいてカメラ回すことなんてないと思うけれども、そうですね、先生の、はい、まあ音とか、そうですね、音を必要、ね、撮ってもらいたいんで、はい、オッケーです、オッケーです。カメラをもう回しておいて、カメラを回した状態で、うん、このまま、うん、そうそうそう、携帯なんか普通に自然に持ってるような感じ、そうな、うん、たくさんから電話来るかもしれないんでって言って持っててもいいし、いや言わなくても、言わなくても言わなくても大丈夫、それは普通に持ってても不自然じゃないんで、オッケー、じゃあこのままもう持って、うん、はい、携帯見ないようにして、うんうんうん、でアクションがあったら、はい、まあ、ちょっとそれで撮る確認で、はい、じゃあテスト、はい、よーいスタート。はい、今日は暑いですね。アクション元気かな。見たことある。そうそこ。逃げられる。彼女逃げる。そして先生が来た。先生来た。とバーって多分避ける先生が。バ、うん、ーって多分避けると思う。で殴ってきたらいい。それでバーってこうやって高速だ。バーっと。うん、で。バーン。先生とぶん殴ったりするかもしれない。これあるわ。なので、うん、これやばいという時俺たち呼んで、うん、あーってそしたら俺らすぐ助けに入るから、うん、多分勝負はね一瞬で終わる。一瞬だと思う、うん、けど今の感じでいけるね。今の感じでいけるね。いける。どうやってみてタイミング。これタイミング大丈夫そうです。これもどうだった、さっき投げられて。あ、全然はい、もう大丈夫？はい、全然僕は。じゃあタクちゃん、続きとなります。呼んできてもらおうよ。ちょっとドキドキする。ドキドキしますね。うん、じゃあ本田君、はい。そして青木さん、はい。よろしくお願いします。はい。では行ってみよう。タクチャンネル。はい、タクちゃん。いよいよ先生来るんで。もう来るってね。うん、が来たからね。ちょっとなんか怖いな。怖いな。もうなんか。初めてだわ、タクちゃんなんかこんな緊張したのは。そう、うん、俺いつも引っ掛けられてる方だから。そうだな、引っ掛ける方はずだから。あしたちゃん、
はい、皆さんあそこにいます。そうだね、その辺でちょっとカメラをちっちゃく立てて、葉っぱと隠れるから絶対見えないのでカメラが、うんうん、ここにね、しゃがんで待機しようと思ってる。スタクちゃんはじゃあ彼女に歩き出すタイミングを出すよ、出してお願いします。もちろん、はい、はい、はめようっていうけど、おいおい、サントマンなんだ。俺襲ってるかと思って、ここ暗いから結構太田派手に投げられてるわ。ほらなんだよ、マジかよ。いや、よかった、結構無事だよね。いやマジやべえと思って、早すぎて、瞬殺すぎて、瞬殺すぎて、いやいや、びっくりした。いや、びっくりした。リハーサルと違うじゃない。すいません、全然違うじゃん。もう先生すぐ拘束してたから。日本がね、誇るスタントマンさんですよ。どうでした、退治して。いや、一瞬の出来事すぎて、うん、何が不安てるか分かんなくて、気づいたら決められてるんで。あら、いや、でもね、どうしたって早いのよ。はい。やっぱさ、こう、ミリタリーとしてさ、あ、多分格闘やってるなとかさ、はい、格闘で言ったら、多分来るから、ちょっとこう、違うの使わないとっていう感じだった。はめたな。お前マジかよ。ガチかと思って、はい、これで収まらなかったら、これで一回首かないとやばいかなって思うぐらいに。今太田見た。先生、これ使って拘束してたね。え？どれ使って？これを使って。あ、そう、突然にね。先生、これをどうしたんですか。腕巻いた、はい、逃げられないように逃げようとしてたから走ってきたんだよね。来たんですか。結構ね、ここ強い気がした。重みがものすごかったから、はい、ガチじゃんと思って、はい、ここ取って、はい、倒したんですね、はい、で、その時にこれ見えたんで、パッドがさ、どっちだと思ったんじゃん。なんか入れてんのかなと思って、はいはいはい、これマジやばいと思って、はい、これお、はいはい、はい、でこれで拘束してった、はい、右手で取られないように、はい、うん、ついで首を置きようとしたんで首を押さえて、はい、ロックをかけて、はい、うん、でだサーチまでできなかった。あと来てくれたんで、はい、サーチっていうのはどういうこと。ポケットにもっと中入ってるか入ってないか、ほら、はいはいはい、ここももうちょっと調べたかった。なんか入れてんのかなとか、はい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 、いやちょっとあれでしたね、結末が早すぎたな。こんな一瞬なんだね、リアルって一瞬なんですね。誰も早くやった方がいいなっていう、リアルです。一瞬ですね。そうですね。まあ安全面、うん、考慮して、撮っておりますので、皆様くれぐれも安全面は皆さん。いや、本当確かに安全面また。タクチャンネル。先生、あとちなみにですね、夜道歩く女性、はい、こういうことに遭遇する可能性もあるじゃないですか。ね、やっぱ注意点ちょっと。やっぱ暗い部分は通らない方がいいですよ。あ、じゃあこういうところはそもそも通るな。うん。夜間だったらライト、はい、思って歩くと。安全に。先生、ああいう場合、ひったくり犯がカバンを取りに来たり、うん、カバンを渡しちゃった方がいいのか、それとも抵抗した方がいいのか、それとも大きい声を出す方がいいのか。やっぱ大きい声出したり、うん、置いていっても大切なものが入ってなければ、うんうんうん、置いていってもいいと思うし、背中が来る時にはこれはやっぱ、前側にカバンを結びして、前から嫌だなと思ったら後ろに次ぐらいにしておくと多分安全、うん。やっぱ手持ちはちょっと。怖いかもしれないです。ひったくりやっぱ多いですからね。ということで、いやー、はい、びっくりした。日本のスタントマンはすごいということと、女性の皆様に夜道はなるべく歩かない、カバンは、なるべく自分の前もしくは後ろ。歩きスマホなんか絶対ダメだし。絶対ダメ、うん。
っていうこと。スタントマンと思ったら受けうまいね。やっぱり。そうです。ガンっていくかなと思ったけど、はい、行かなかったから、ちょっと閉まったかなと思ったら、スタントマンだよね。ちょっとマジで俺、来ねえかもってちょっと思って、ドーンって腰から打つから、それで、しびれて動かないのもなんだけど。じゃあ先生、格闘技経験者とか、あ、こいつちょっと強いな、ただもんじゃないなってすぐ分かりました。分かった、最初に一発で。あ、うん、この辺ももう来てたから。はい。うん、ついたもんって。でも先生、坂口言うてましたよ。左胴弾もらって、KO される絵が撮りたいって言ってましたよ。俺はそういうのはやめろ。やばいやばい、でも本当に。オクラだって。もっと何言ってやってたらやられてたもんね。本当ですよ。しっかりしっかり、やっぱりね。そうだよ。やられるわけねえだろ、まあまあ、そうし、もちろんそうだよ。ただ、検証だから。あ、そうだな。予測は。予測はね。そうです。おっしゃる通り。はい。はい、ということで、いやー、このね、チャンネルがね、いいなと思った方はね、高評価ボタン、はい、よろしくお願いいたします、はい、そしてチャンネル登録よろしく。ありがとうございました。ありがとうございました。先生ありがとうございました。いや、こちらすいませんでした。いや、びっくりしました。ウィーバー。